こんにちは、岸と申します。さあ今日はですね、ユーフォリックブラザーズさん、はい、ガーテンオブバンバンのね、はい、作っている会社さんですけれども、この YouTube チャンネルにですね、新しいトレーラーチャプター3です。皆さん、ガーデンオブバンバンチャプター3のですね、トレーラーがね、2つ出てるんですよね。なんかサムネめっちゃ怖えな。めっちゃ怖えぞ。バンバンが牙向いてるな。ついに本性を表したか。はい、今日はですね、この動画を見てのリアクション動画になります。まずはこのガーデンオブバンバン3オフィシャルトレーラー2。2週間前に出てんだ。115万再生。めっちゃ見られてますね。それじゃあ見ていきますよ。ノーアーマ、どんなことがあってもそこを降りないで、どういう意味でしょうか。降りちゃいけないよって言って、あ、深淵になんかいるって言ってたもんね。どういうことなんだろうな。さあ、真っ暗。あ、目が出てきた。お、すげえ、いっぱい出てきてる。目がいっぱい出てきてる。これはチャプター3に出てくる奴らの目なのかな。どんどん増えてる。どんどん囲まれちゃってるよ。ちょっと待って。あ、これはオピラバードの目か？こっちがピンク色のオピラバードでしょ？こっちがね、オピラチックにさ、エメラルドっぽいやついたよね。それのね、大人バージョンがいるみたいだからな。そいつが出てくんのかな？あとこれ目が離れてるのはスローセリーヌか。結構でかいぞ。で、身長的にはバンバンかな。で、この三つ目がナブナブでしょ？で、このちっちゃいのはフィドルズなんじゃないかな？で、この大きい目。これはサイズ的に、シェリフトードスターかな。まだ出てきてないしね。で、まだスティンガーフリンが出てきてないから、あ、これスティンガーフリンなんじゃないの？目がちょっと意地悪そうなんだけど。で、めっちゃでかい。めっちゃでかくね？これ。あれ？真っ暗になった。これだけか。これだけか。あー、なるほど。へー、チャプター3。お、次の動画。新しいやつだ。始まったぞ。お、スティンガーフリンと車、ゾルフィアスでかっ！ちょっと待って、これゾルフィアスだよね。いや、想像以上だぞ。めちゃめちゃでかいぞ。で、体がすっげえ細え。何これ。これもう脱出しちゃってんじゃん。幼稚園、バンバン幼稚園。どういうことなのかな。これもしかしたらトミカかもしんねえぞ。これ本当の海じゃないかもしんないからね、騙されないぞ、アキシは。これはおそらくスティンガーフリンだと思うんだけどね。色的にもそうだし、ちょっと見てみましょう。さあ、どうだどうだ、こっから、あ、進んだ。これはナブナブだね。アキシでちょっと見えないけど、ここにね、ロンリーって書いてあるんだよね。寂しい、泣いてるね、ナブナブ。3つの目から、かわいそうじゃねえか。しかもこれ誰が書いたんだ。床にさ、クレヨンで書いたんだよね。で、あ、ちょっと待って、ちょっと見づらいけど、これジャンボジョッシュだね。ジャンボジョッシュが怯えてんのかな、隠れてんのかな。これどう思う、みんな。で、街灯の色を見るからして、病棟、新しいステージかもしれないし、なんかね、襲ってくるっていう感じはあんましないんだよな。怯えてる感じなんだよね。バンバンに怒られたのかな。はい、ほら、ずっとこっちを見てる。あ、で、バンバンが歌ってますね。ギター弾けるのか。へー。で、尻尾あったっけ？なかったよね、尻尾。あ、わかった。サムネなんかすごいさ、怖かったじゃん。なんか、うわーみたいな感じになってたじゃん。だから絶対こいつ悪魔化するんだよ。絶対。二重人格なのかもしんねえな、もしかしたら。でもどういうことだ？悪魔化しながら笑ってるからな。ご機嫌がいいのか、怒ってるのか、ちょっとよくわかんないけれども。へー。ちょっと待って。このマグカップ可愛くない？これマグカップか？なんか、植木鉢みたいな。アキシがいて見れなかったからどいたわ。ちゃんと見れるように画面を設置しろっていう。何なんだろうね、ここ。新しい場所ですね。なんか、木の根っこ、そして花が咲いてる。なんか園芸場みたいなね。あ、トードスタージェイルって書いてある。トードスターの牢屋？檻っていう意味なんですけど、ここの一角がそうなのか、それともここの部屋全体が牢屋なのか。トードスターシェリフだからさ、保安官だから、悪いやつをトードスターが捕まえてきて、悪いやつをここに入れとくのか、それともトードスター自身がここに捕まっちゃってるっていうことなのかな。どっちなのかな。でも牢屋っていう雰囲気じゃないよね、この部屋。はい、謎が謎を呼んでおります。いやー、これはちょっと待って、何これ、これ主人公か？なんか腕みたいなのあるよ。これスティンガーフリンじゃねえの？スティンガーフリンを、あ、スティンガーフリン動かしてる。しかもこれチャプター2で出てきたステージじゃん。へー。そしてドローンでいつも通りスイッチを押している。あ、
ジャンボジョッシュの絵が書いてありますね。I am king! みたいなね。Yeah! みたいな感じですけれども。うまいな。みんなこれ同じ子が書いてるのかな？なんかね、掃除ってね、床に書いてあるんだよね。すごい上手な絵描くな、ここの園児は。はい。そして、あ、ここも新しいところじゃないですかね。ちょっと待って。ここにさ、インフォメーション、キオスクって書いてあるんだよね。あ、案内状とかね、売店っていう意味なんだけど、そこで受付して、なんかにライドする。あ、ここにエレベーターみたいなのあるね。これ、アトラクションなのか何なのか。でもちょっと作業する場所に見えるよな、これな。建造途中なのかな？ちょっとよくわかんない。で、広いよね。待合場みたいな感じなんだよな。やっぱ、なんかゴンドラみたいな、リフトみたいな待つところなのかな？ちょっとわかんないけど。さあ、見ていきましょう。なんかここでビデオを見るスペースあるね。ほら、ビデオマークついてるもんね。チャプター2の時みたいにビデオを手に入れたらここで見れるかもしんないね。さあ、見ていきましょう。ほら！え？なんか水みたいなの売ってない？ちょっと待って、ちょっと待って。スティンガーフリンを動かせるところまではいいよ。水打ってんの水鉄砲ハイドロポンプすげえ。そして新しいミニゲーム。なんか、キューブを。おー、シェリフトードスターがラビットって言ってるね。ウサギだね。どういうこと？新キャラ？で、今までの絵に比べたらちょっとクオリティが低くなってる気がする。ウサギの新キャラ出てきたりするのかな？ちょっと楽しみですね。新キャラがいるのかってどうかのところも気になるね。あ、ここも見たことないぞ。ピンク色。あ、これは前回この黄緑色の液体集めたよね。チャプター2で。ギバニウムだったか、ジバニウムだったか。それの赤とか青がある。これまた液体集めんのかな、あの注射器で。ほら、ここにさ、水槽みたいなのもあるしさ。いや、ちょっと不気味さを増していますね。なんだこれ。今、ネオンみたいなのがあったけど。あー、ゾルフィアスがいそうなところ。あ、新しいステージめっちゃいっぱいあるね。これ何これ何これ、あの公園とかにあるわーって言ったら反対側の方でわーって聞こえるなんか糸電話みたいなやつかなこれ。なんだろうこれ。で、ここでドローン、あのカスタマイズできるところがありますね。はい、スリーも引き続きカスタマイズできるというか、広っ、ここ広っ。これなんて書いてあんだ、ちょっと読めないけど、なんかあれだね、謎解きか、ここで戦ったりとかするのかな。なんか食堂みたいなね、ちょっと広め、あ、リフトが来た、リフトが来た。へえ、すげえかっこいいこのリフト。あ、さっきのインフォメーションで受付してこのリフトに乗ってどっか行くってことなのかな。あ、スロースリー、目すごいよ、うにゃーんってなっちゃってるよ。ヘローつってさ、出てきたけど、チャプター2で。で、すごい、なんか痛いとか言ってたんだよね。で、話が違うみたいなこと言ってたから、チャプター3では、なんか正気を失ってガーって襲ってきちゃうかもしれないね。もしかしたら、この絵の様子だと。で、やっぱり床に描いてんだよな。さあ、そして、あ、ちょ、来たバンバンめっちゃ追ってきてるやん。でも尻尾ないよ。尻尾ないよね。怖っ。ついに本性を表したか。ほら、オピラバードに乗ってる。オピラバードに乗ってんじゃん。しかもあの、ピンク色じゃない方に乗ってるね。しかもちょっとちっちゃくねえか。で、遅いんだよな、ちょっとな。ちょっと待って、もう一回見して。いや、ついにバンバンと直接対決がする時が来たのか。ほら、めっちゃ追って、女の子走りだな、すごい。で、なんなら走った方が早いんじゃないの、主人公。あ、怪我してんのかもしんないね、もしかしたらね。あ、ちょっと待って、フィドルズパンツ履いてんだけど、履いてるっていうか、なんか書かれてるみたいな、後で足して、あ、ちょっと見えちゃってるから書き足してあげよう、みたいな。じゃあ全員に、女の子とか特に書いてやれよ。なんでフィドルズだけなんだよ。まあ、紫色はね、まだ出てきてないんでね、出てくる時に履いてるのかもしれませんということで、ちょっと待って、新キャラいる。何これ、カンガルー。もうちょっと全体が見えるように、ほら、え、お腹に口ない、これポケットか。紫色のカンガルーですね。で、王冠かぶってて、なんか何このファンシーなステッキみたいなやつ。女の子かな、この風貌からして。これ名前予想しようぜ、みんな。アキシはマジカルジュリアンだと思います。どうかな。てかでかくね。ジャンボジョッシュよりでかいよ、この絵のサイズ感で言うと。全高も高いし全長も長いよ、これ。なんだこいつ。で、進めてみるよ。あれ、え、ちょっと待って、両側にナブナブが いるっていうか、え、ナブナブか。ちょっと待って、こっちは普通のナブナブでしょ。で、あのバンバンみたいにとんがりコーンのね、パーティーハットみたいなの被ってるけど、こっちはね、バンバリーナみたいにちょっとリボンっぽいんだよな。
ナブナブもナブナアリーナみたいなさ、女の子がいるのかな、もしかしたら。色はでも青色でちょっと似たような、同じなのかな。へえ、ちょっとこれは楽しみですね。ドーン、終わった。そしてでかっ、これスティンガーフリンでしょ。あ、ほら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 、この目この目この目、やっぱスティンガーフリンだったんだ。怖っ。おお楽しみ楽しみ楽しみ。チャプター3、ほら1回目に見たこの真ん中の大きい目、これやっぱスティンガーフリンだったんだよ。はい、まとめるとね、登場しそうなキャラはゾルフィアス、スティンガーフリンで、これ暗がりにジャンボジョッシュいるでしょ、これ出てくるよね。でね、ナブナブの絵もあったんで、寂しがってるナブナブ、なんかね、ナブナブにちょっとスポットが当たりそうな気がするんだよね。で、このなんか陽気なバンバンと見せかけてデビルバンバン、ほらすごい形相で追いかけてきてるからね。これさ、でももしかしたらバンバンじゃないのかもしんないよ、もしかしたらね。なんか変身能力があるやつがバンバンに化けてるのかもしんないしね。で、この部屋、シェリフトードスターの牢屋って書いてあるけれども、どうかな、出てくんのかな、トードスター。さすがに出てきてほしいよね、前回出てこなかったから。で、こうやってスティンガーフリン動かせますよっていう画面になってるけど、これちょっとちっちゃくない？から最後に出てくるこのスティンガーフリンは親で、これ動かしてるスティンガーフリンは子供なんじゃないかなってアキシは予想するんですよね。それかなんかスティンガーフリンに主人公が変えられちゃうみたいなことなんか。いや、それはないか。行方不明になってる子供が、あー、ママに会いたいよ、お父さんに会いたいよってなってて、で親んところに連れてったら、おいお前何誘拐してんだよお前みたいなね、勘違いされて襲ってくるんじゃないかなってちょっと妄想してます。でね、このトードスターがね、ラビットって言ってるのがね、ちょっとね気になりますよね。新キャラなのかどうなのかってとこが気になるよね。あ、新キャラウサギ出るのかと思ったら、この新キャラカンガルーだよね、これね、ウサギじゃないよね。で、ナブナブの女の子みたいなやつもいるし、で、これね、オピラバードに乗って脱出しようとしてるんだけど、このさ、青色のオピラバードさ、絵の中に登場してないよね。そこもちょっと気になるしね。さあ、最近はですね、結構ガーテンオブマンバンチャプター2に出てくるね、キャラをメインに作っていますが、まあ3が出たらね、ちょっと実況してみようと思います。皆さんもね、ぜひ好きなキャラクター、楽しみなキャラクター、そしてね、自分が思いついた考察などあったらコメント欄で教えてください。というわけで、今日の動画面白いと感じてくださったら、高評価、チャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは、またねー！